私は2歳の子持ちで元美容師。現在は退社して専業。でも、美容師法でも禁止されてるから、旦那であろうと実母であろうと、カットは断ってる。なのに、私が元美容師と知ってる旦那のいとこが、2児の子持ちの新ママ、無職。うちの子のカット、お願いできないかなぁ。とすり寄ってきた。上記の理由を丁寧に説明したけど、食い下がられて。ほんと、ささっとでいいから。ついでに簡単にでいいから。と、ついでも何も、誰かのカットをする予定はないし。まだ幼くて、ちょろちょろと動く子供の髪は、怖くて切れないし、私も忙しいのでと断った。それまでは、年に数回しか会わなかったのに、月1くらいで、こちらに用事を作ってまでやってこようとする。その度に、旦那が強く断ってくれて回避できてた。でも、今年のお正月、義実家に集まったら、なぜか、そこに、旦那いとことその子供たちが。いつもは、旦那の兄と姉の家族だけだったのに。と嫌な予感がしてたら、案の定、噛み切ってくれくれ。もうその時点で、しつこすぎて怒鳴ってやろうかとか思ったけど、義実家のみんなの手前、我慢した。スルーしてたけど、何かにつけて、くれくれ言ってくる。ここで、私より、旦那が限界に達したらしく。何の努力もせず働かない上に、人に頼ってばかりで情けない。その労力、違うところに使えば?と呟いた。それを聞いて、義父母も、子供の髪さえ、切りに行くお金もないの。働けば、いつまで無職で、親と他人のすねかじって生活するつもり?あ、今日用意してるお料理は、人数分しかないから。そういうご用、くれくれできたのなら、申し訳ないけどお帰り願える?新年早々、空気が悪くなるからね。と、かなりきつめに言って追い返してくれた。子供たちは、離れたところで遊んでたから、聞こえてなかったっぽい。よかった。それからは、みんなが盾になってくれて、私に直接くれくれしてこなくなった。でも、結構頻繁に旦那には、私ちゃん、そろそろ切ってあげてもいいよ、とか言ってない?娘の前髪が目にかかって危ないんだよね。最近のドラマに出てた〇〇女優の髪型、可愛いと思わない?あんな風なのって子供でもできるのかな?ってな感じのメールが届くらしい。相手にするだけ無駄だし、話も通じないようだから、このまま、ずっとスルーの予定。でも、一生続くかもと思うと、嫌になるよ。旦那に着拒を勧めておいた。美容師法とは、美容所、美容室以内で、業務を行ってはいけないという法律です。お金をいただかなければ、大丈夫だと思うのですが、説明するのも面倒だし、くれくれが、どこから湧いてくるかわからないので、金銭云々は省いています。それから、プロ用のハサミの値段を、というお話が出てますが、文字数の関係で省いたのですが、プロ用ハサミくれくれも言われました。お正月突の際に、スルーしてたら、最後の最後に、てか、美容師さんのハサミって、特別なんでしょ?私ちゃんに切ってもらうのは諦めるから、ハサミ、貸してよ。私でも、いい感じに切れそうな気がするんだよね。と、プロ用のハサミ、触ったことのある方は、わかると思うんですが、切れ味が、そこら辺の文具ハサミとは、格段に違います。少し指の上でも横滑りさせただけで、さっくりいっちゃいます。皮膚を挟もうものなら、スパン。と肉片が飛んでいってしまうほどです。また、文具ハサミとは切り方も違いますので、むやみに動かされると、不具合の原因にもなりますし、落とされたりしたら、歯が歪んで切れなくなります。第一、刃物なんて貸し借りできないので、無理無理無理。で押し通しましたが、また、変な髪型にわざと切るというのも、いとこの子がかわいそうですし、変な髪型を作り出すのも、逆に難しいです。逆上して、こちらに凸してくるような相手じゃないので、このままスルーしておこうと思います。